こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アルファベットスープ、これはいいスタートを切りました。ライブリマウント、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくライブリマウント行きました。続いて前へ行くのはアルファベットスープ、さらにはウィンドスルー、5番エプソムタバスコ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。アルファベットスープ先手を取りました。10番ライブリマウント、2番手を追走しています。ウィンドスルー、そのうちに続いています。その外にベリーアンデス、ケープスティンガー、そのうちに続いています。並んで1番ベストパル、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方からエプソムタバスコ先手を取りました。ウィンドスルー、それに続きます。好位置をキープしています。ライブリマウント、その外にベリーアンデス、その隣にケープスティンガー。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先頭はなんとライブリマウント、場内ドッと湧いています。さあ先頭はサンセットエーデン、サンセットエーデン後続を引き離す。2番手はライブリマウント、絶好の手応えです。エプソムタバスコ3番手、さあライブリマウント、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってライブリマウント、あと 200m、 ライブリマウント余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はキャニオンジルフォニア、ライブリマウント今ゴールイン、段違いの強さです。ライブリマウント、1着、2着はキャニオンジルフォニア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ライブリマウント、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前に戻りましょう。サンライトウッド先手を取りました。その外にジャガーフィット、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってジャガーフィット先頭、2番手はジャガーフィット、残り 200m、 先頭はスピンコンサート、スピンコンサート先頭、プラウドリーフ追いすがります。スピンコンサート、スピンコンサート1着、2着にはどうやらウィナーズシャルマン、勝ったのはスピンコンサート、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフォラストガバメント、綺麗なスタートを切りました。オーリング前に行きそうです。ロンドンノート、それに続いています。さらにはマーベラスサンデー、11番フォラストガバメント、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。では前の方から、先手を取ったのはフォラストガバメント、内からはティーオブラック、その外からアフターモンロー、内からはロンドンノート、マーベラスサンデー好位をキープ、内からはアロママイヤー、並んで8番シーゲイト、アフリカンテル、この馬もこのグループ、カリスマエナジー、そのうちに続いています。並んで14番ジェットロバリー、アイアンショー、そのうちに続いています。その外にグレートパーシブ、並んで1番マダムブライドル、すぐ後ろにオリンピアデュカキス、最後方にキングオブフォルム。 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。
これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。さあ先頭はボーリング、キーオブラック、ほとんど差がありません。アフターモンロー、3番手マーベラスサンデー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ホーリング先頭、差はほとんどない。2番手はマーベラスサンデー、先頭を捉えるか。ホーリング先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 先頭はマーベラスサンデー。残り 100m、 2頭の叩き合い。ホーリング追いすがります。マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、1着、2着にはどうやらホーリング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはビーマイトゥルース。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくビーマイトゥルース行きました。続いて前へ行くのはコーナーセンサー、さらにはサクセスボール、12番ウエスタンダディ、その後ろマウンテンオーロラ、どうやら後方からの競馬。では前の方から、先手を取ったのはコーナーセンサー、並んで12番ウエスタンダディ、その後ろからはルソー、その外にサクセスボール、並んで4番ステラメイル、すぐ後ろにフライトリーガル、ビーマイトゥルース、そのうちに続いています。並んで8番トロットインディ、ソロモール、この馬もこのグループ。すぐ隣にプリンセスパス、ディスコフット、そのうちに続いています。黄色の帽子ダンシングクレッセ、その後ろすぐ隣にグリーククライ、しんがりからマウンテンオーロラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはコーナーセンサー、サンエリート、この馬もこのグループ。すぐ隣にサクセスボール、その横にウエスタンダディ、ステージチャンプ、好位をキープ、その外からプリンセスパス、並んで4番ステラメイル、ビーマイトゥルース、この馬もこのグループ。すぐ隣にソロモール、その横にディスコフット、その外にトロットインディ、ダンシングクレッセ、そのうちに続いています。並んで2番フライトリーガル、グリーククライ、この馬もこのグループ。しんがりからマウンテンオーロラ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。16番サクセスボール、その横にサンエリート。では前の方から、先手を取ったのはサクセスボール、サンエリート、この馬もこのグループ。コーナーセンサー、すぐ後ろ好位置をキープしています。ステージチャンプ、ソロモール、すぐ後ろ、その後ろにウエスタンダディ、並んで11番プリンセスパス、すぐ後ろにルソー、その外からステラメイル、内からはディスコフット、ピンクの帽子グリーククライ、その後ろすぐ隣にダンシングクレッセ、その外からブライトリーガル、内からはマウンテンオーロラ。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。サンエリート先手を取りました。その後ろからはサクセスボール、並んで13番ソロモール、コーナーセンサー、すぐ後ろ、その後ろにトロットインディ、並んで11番プリンセスパス、すぐ後ろにウエスタンダディ、ステージチャンプ、いい位置です。その外にグリーククライ、これに続くのがルソー、その隣にディスコフット、その横にステラメイル、内からはダンシングクレッセ。さあ先頭はまだ7番サンエリート。ここで先頭が入れ替わりました。サクセスボール、サンエリート、2番手に控えました。ソロモール、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サクセスボール、先頭、差はほとんどありません。2番手はサンエリート、追いすがる。
さあステージチャンプ一気に来た。サクセスボール先頭、残り 200m、 トロットインディ伸びてきた。先頭はトロットインディ、ステージチャンプ抜けた。2番手はトロットインディ、ステージチャンプ1着、ステージチャンプ完勝、ステージチャンプ1着、2着はトロットインディ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はサンライズブレイブ、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はサンライズブレイブ、サンライズブレイブいっぱいになった。河内サタデーいい足、ここから勝負をかける。残り 100m、 ブルーダスター抜け出した。2番手はダッシュシップ、ブルーダスター今ゴールイン。段違いの強さです。ブルーダスター1着、2着はダッシュシップ、勝ったのはブルーダスター、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはメルシーブレイブ、リアルキャロット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくメルシーブレイブ行きました。続いて前へ行くのはリアルキャロット、さらにはフィーバーゴルフローズ、11番マジックジョージ、その後ろ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはメルシーブレイブ、マジックジョージ、そのうちに続いています。内からはミュージックバレリーナ、その外からグッドハウス、その外にファイティングエルフ、その外からプレミアムブレード、内からはミラクルナンバー、その隣にアナバー、その外にキャプテンアカデミー、その外からモンローブルーム、ビコーペガサス、この位置です。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った。フィーバーゴルフローズ、フィーバーゴルフローズ先頭、残り 200m、 先頭はアナバー、残り 100m、 アナバー先頭、フィーバーゴルフローズ追いすがります。アナバーゴールイン、アナバー1着、2着にはどうやらビコーペガサス、勝ったのはアナバー、見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はホットジュニア、ホットジュニア先頭、2番手はホットジュニア、懸命に追いすがります。やはり織姫ワン先頭だ。残り 200m、 先頭は織姫ワン、ベルメルドレー必死に追う。織姫ワン粘る、ベルメルドレー迫る、やはり強い織姫ワン、織姫ワン、織姫ワン1着、2着にはどうやらベルメルドレー、織姫ワン見事1番人気に応えました。
今年上半期の競馬シーンを沸かせた優駿がここ阪神競馬場に集結しました。あなたの、そして私の夢が走ります。さあ、いよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ、最後は大外枠のマーベラスクラウン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ、先手を奪うのはどの馬か。パワーファンシー前に行きそうです。桜栄光王、それに続いています。さらにはインターライナー、3番加熱クロス、その後ろ後方に控えたのがマイネルブリッジ。もう一度先頭から。先手を取ったのは加熱クロス、並んで9番桜栄光王、その外からマーベラスクラウン、その隣にインターライナー。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。1番人気の成田ブライアン、現在先頭を進んでいます。オフサイドトラップ、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。なんとなんと先頭は成田ブライアン。これには場内もどよめいています。すぐ後ろにマーベラスクラウン、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭は依然として7番成田ブライアン、マーベラスクラウン、ほとんど差がありません。インターライナー3番手、さあ成田ブライアン、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ、先頭は成田ブライアン、インターライナー、その後ろマーベラスクラウン、その後ろ加熱クロス、その後ろ、その外からはスターマン、内からはロイス&ロイス。さあ、直線に入りました。これからの勝負、成田ブライアン先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はスターマン、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はオフサイドトラップ、成田ブライアン今ゴールイン。段違いの強さです。成田ブライアン1着、2着はオフサイドトラップ。これが絶対王者の実力だ。成田ブライアン